H&AMP KVP70H&KVP70 はドイツのヘッケラーコッホ社が開発、発売していた世界初のポリマー製フレームを持った自動拳銃である。VP70 のコンセプトそのものは第二次世界大戦の頃に計画されていた国民拳銃まで遡る。配色濃厚であったドイツは少ない資源と労力で 生産可能な火器を研究していた。国民拳銃はその中の一つであり、試作品が完成していたが、生産される前にドイツは降伏した。戦後、1960年後半に、H&K 社は、兵器購入予算をあまり取れない諸国向けの銃器として、国民拳銃のコンセプトを受け継いだ拳銃の開発を開始した。この新型拳銃は、という、 当時としては革新的な拳銃として設計された。1968年に最初のデザインが完成し、国民拳銃のコンセプトに加え、オプションの重傷を装着することにより、短期間銃として用いることができるという多用途拳銃として完成し、国民拳銃、ウォルックスピストールの頭文字にあやかるとともに、設計が完了し、 生産が開始された1970年から VP70 と命名され、各方面への売り込みが図られた。初期生産モデルの評価をもとに、グリップ形状などを改良した軍用専用モデルである VP70M、民間向けにセミオートオンリーとした VP70Z も販売され、VP70M は、 アメリカ軍正式拳銃である M1911 後継機種選定トライアルにも出展されている。しかし VP70 は実用面では問題が多くアメリカ軍時期正式拳銃選定トライアルでは実写テストにおいて惨端たる成績に終わって不採用となった。価格も従来の拳銃に比べて特段には安価なものとはならず。 公式装備としてまとまった数を購入したのはモロッコなどの極めて少数の国、機関に止まった。結果、軍用、民間用どちらも期待されてほどの売り上げが叶わず、各方合わせて約2万5千丁兆が生産されたものの、H&K 社は1989年8月に生産を打ち切った。こうして VP70 は商業的に失敗したが、その影響を強く受けた。 グロック17は、後に、拳銃の世界に、革命的な影響をもたらしている。なお、VP70 は発表当時としては斬新なデザインと、得意な機構から、銃器愛好家の間では、人気が高く、特に生産数の少ない QX21mm 弾型は、コレクターの間で高価で取引されている。国民拳銃のコンセプトを受け継いだ、v p は、 コストダウンのために先進的なアイデアを数多く盛り込んでいる。VP72 は独特の構造ゆえにいくつかの問題があった。これらの問題により、本銃は他の QX19mm パラベラム弾を使う、拳銃に比べて威力が劣るにもかかわらず、反動が大きく命中精度が低いという結果となった。ストックがあるとはいえ、 ストレートブローバック方式であることと二千二百発紛争等という高速の連射レートも相まって三点バーストは一括した非常に大きな反動として体感された。そのため三点バースト時の反動制御は困難であった。基地大型の小星と小門を組み合わせた独特の小準機は形状が従来の拳銃と異なるために小準を定めづらいと不評であったが、 これについては、狙いがつけやすく、優れているという評価もあった。弾薬の適合性に厳しく、正規ライセンス品ではないコピー生産品の銃断や、ハンドロードされた再生弾ではしばしば作動不良を起こした。このため、必ずしも高価な正規品を使用できるとは限らない、第三世界や民間での使用において問題が多発する結果となった。また、 弾薬の状態にも厳しく、表面が汚れたものや古く保管状態が悪い弾薬では高い頻度で作動不良が発生した。アメリカ軍事機正式拳銃選定トライアルでは、軍用拳銃において最も重要な点とされた、ある程度汚れた丸を使用して発射する、保管状態の異なる弾薬を混用して発射するテストにおいて相談不良発生率20%。 平均して5発に1発という散々たる成績に終わっている。銃の素材としてのポリマーの使用は、生産過程において高度で複雑な金属加工を必要としない代わり、全く新たな製造ラインを構築する必要があった。ために製造現場において新たな設備投資が必要で、生産コストは設計当初の予想よりも大幅に超過したものとなった。また、 これは、H&K 社以外での生産に、多額の投資を必要とするため、製造ライセンスの輸出に高いハードルを設けることになり、幅広いセールスに支障をきたすことになった。VP70 の有機重化は、小林多造の設計によって2度行われている。一度目は、MGC より発売された、発火式、モデルガンで、初期型の VP70 がモデル化されている。 大きな特徴としては、別売の重賞を装着すれば実銃通りの三転車が可能という点が挙げられる。しかし、作動が不安定だったことから、当初発売予定であった重賞も作動保証のない、ジャンク品同然扱いで少数が販売されるに止まった。二度目は、小林自身の立ち上げたメーカー谷岡オのブローバックガスガンで VP70M をモデル化している。 このモデルにも重症が用意されており、こちらは、快調な三転車が可能となっていて、モデルガンのリベンジを果たす形となった。蒸気以外にも、1980年代初頭には、米沢ワングより、ストライカー式の遊戯銃が発売されていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。